今日午前6時半柳川市沖に向け出航した海苔の生産者は下記の殻が入った袋を結びつけた網を有明海に広げていました。この作業は細業と呼ばれるもので、牡蠣殻から放出される海苔の種である胞子を網に網に付着させるために行われます。もう待ちに待った1年の始まりかなと？とまあ、美味しい海苔を皆様にご提供できたらなと思っています。 昨年度の福岡県産ののりは、高水温や晴天などの影響で生産枚数が6億3000万枚余りと、例年の半分程度となる記録的な不作に見舞われましたのり生産者は、不作での反省点をプラスにして、今年の生産に取り組みたいと意気込んでいました。